こんにちは、ビリージの田中です。今回はマッサージガンを、実際に使ったケア方法を紹介していきたいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報が載っておりますので一度ご確認してください。今回は、マッサージガンを使った、ケア方法を紹介していくんですが、以前にね、おすすめのケアグッズという動画で、マッサージガンを、紹介したんですが、どういうふうに、使っているのかは、紹介してなかったんで、ちょっと実際に僕は普段、マッサージガンを、どういう時にどう使っているのかっていうところを説明していきたいと思います。それでは、実際にこのマッサージガンを使っていこうと思います。マッサージガンは結構、刺激としては強いので、男性でね、ある程度トレーニングやってる人だったらこういうガンで出力高くして筋肉をほぐすのを使ってもいいかなと思うんですけど、まだトレーニングをそんなにやってなくてですね、かつこう痩せ型の方とか、あとは女性の方ですね、だとちょっとマッサージガンだと刺激強すぎる場合もあるので、そういう場合はちょっとね、出力弱くするとか、あんまり強く当てなくするとかいうふうに調整してください。はい。で、マッサージガンどういう時に使うかっていうと、トレーニングのスタートに、凝ってる場所とか張ってる場所があれば、アップでちょっと違和感があるなと思ったらその場所にマッサージガンを当てたりします。例えばベンチプレスの時に胸に疲労残ってるなとか、なんか硬さを感じるなっていう時はガンを当てるですね。で、あと前日に例えばデッドリフトやって背中が疲れてるな、でも今日はベンチプレスやらないとなっていう時はマッサージガンを腰背中に当てたりというふうに、張ってる場所に、当てたりします。で、あとはトレーニング後に胸のトレーニングやったら胸をほぐすとか、背中のトレーニングやったら背中をほぐすとか、終わった後に、筋肉をほぐすという意味合いでも疲労を取る、疲労をためないですね、目的でマッサージガンを使ったりしてます。で、実際にね、コンディショニングの考え方で体の末梢ですね、先っぽから、体の中心に向かってほぐすアプローチと、体幹部中心から先っぽに向かってほぐすアプローチ、いろいろね、考え方によってどっちを優先するかっていうのはあるんですけど、私の場合はそういう優先順位どこっていうよりも、凝ってる筋肉とか硬い筋肉に対してガンでアプローチして、筋肉をほぐすっていう意味合いで使うので、そんなにどっちを先にやるかっていうのはね、正直こだわりはないです。はい。実際に筋肉をほぐしながら、どういう形で、アプローチするかっていうのをやっていきたいと思います。ちょっとね、電源つけて喋るとね、声が震えて何言ってるのか分かんなくなるんで、電源は切ったままでちょっとどういう感じで当ててるかっていうのを説明します。まず多く使うね、ベンチプレスとか僕よくやるんで大胸筋とかをよくほぐしたりするんですけど、筋繊維の、流れに沿って、振動させながら当てるっていうやり方と、筋繊維をこう垂直に、横断するように、当てるっていうやり方をよくやります。で、あとは、筋腹はね、筋肉ある程度分厚いんで強めに当ててもいいとは思うんですけど、付け根ですね、起死停止分は筋肉の厚みがそんなに厚くないので、あんまり強く当てると痛い時もあるので、起死停止分は、あんまり強く押しすぎずに当てるようにしてます。はい。まず大胸筋です。で、上半身でよく張りやすい場所としては、脇の下ですね、肩甲骨周りの筋肉が集中してるんで、ここですね、ここよく当てます。広背筋とか大円筋とか小円筋あたりに筋肉が集中してるので、このあたりを当ててほぐすようにします。で、この辺はね、硬いとやはりこう猫背につながったりもするので、このあたり当てたりします。で、凝りが激しい場所はね、僕は5分ぐらい当てたりもすることあるんですけど、終わってルーティーンでまんべんなくほぐすぐらいだったら、1分ぐらいでちゃちゃっと僕はやっちゃいますね。はい。あとは筋トレでよく使う二頭筋とかだと、長頭であったり短頭であったりというところを意識してですね、当てたり、前腕部当てたりします。こういう感じで当てます。はい。あとは
力んで緊張すると僧帽筋とかも張るんで、前から当てたりとか、こういう風に僧帽筋周り、まあ上部が主になるんですけど、手が届く範囲だと、まあ、こうやって上部当てたりするっていうのが、まあ、上半身においてはよくやるほぐし方になります。あと次、下半身の方に移っていくんですけど、下半身、まあ、先腰ですね。まあスクワットとかやった後とかだとやっぱ腰が張るんで、背骨には当てないようにして、背骨の両サイドですね、両サイドに起立筋とかがあるんで、まあ中心じゃなくて中心の横ですね、横に当てる、で腰しっかり当てるっていうところを当てます。であとは、まあ、スクワットとかやるとお尻の筋肉もよく張るんで、お尻の筋肉当てたりします。でお尻の筋肉分厚くて奥まで届かせようと思ったら、お尻のくぼみを狙ってそこからこう体の中心に押し込むようにして、グーッと強めに当ててほぐすようなアプローチも行います。あと下半身でいうと、まあ大体四頭筋ですね、太ももの前ですね、こう当てたりします。はい。あとまあそうですね、腰が張ってた時はこの骨盤のとんがってるところの内側に腸腰筋にアプローチできる場所あるんで、ちょっと膝曲げて腸腰筋にグッと当てたりしてますね。はい。あとはまあ立ちっぱなしの仕事とかね、僕はまあ指導中立ってるんでふくらはぎが張ったりするんで、まあ、ふくらはぎも、当てたり、まあすねの前ですね、すねの骨の外側当てたりして、筋肉をほぐすようにしてます。で一人でやる場合はやっぱ肩甲骨周りが、届かないので、この背中周りにアプローチしたい場合はやっぱりパートナーにほぐしてもらうっていうのが重要になるので、今回はちょっと背中周りをほぐすとき用にちょっとダンクほぐされ役をやってもらおうかなと思います。まあこれ中心が背骨なんで、ここは当たると筋肉じゃなくてほとんど骨に当たっちゃうんで、あんまりほぐさないで、あと首周りはね、いろいろ大事な神経が通ってるんで、あんまり触らないようにします。で僕がよくやるアプローチとしては、この肩甲骨があるんですけど、その間からこう当てていくっていう、こういう当て方が多いですね。こう当てるっていう、このぐらいのスピードでじわっとほぐすという、まあ、下まで顔を当ててほぐして、あとはまあ横にグリッとチョップをしながらこうほぐす、でこっちも当てながらほぐすっていうアプローチをすることがあります。特にスクワットとかね、重い重量をこなした後だとこの辺がやっぱ張りやすいんで、ほぐすようにします。あとまあパートナーがね、まあいたら、まあ、さっきやったお尻とかもね、当てるようにします。でまあお尻のくぼみから中心に向かってグッと、押すようにして当てると、お尻の深い位置の筋肉がほぐれるんで、まあ、こう中心に向かってグッとちょっと強めに圧をかけて押すようにします。あとついでにちょっと太もも裏とかもほぐす場合は、まあ、こう当ててあげる、まあ、筋肉ね分厚いんである程度この辺を強く押しても大丈夫ですけど、この辺膝周りは薄いんでね、あんまり強く押さないようにしていただいたらいいかなと思います。こういう感じでほぐすと、でまあ、あと立ち仕事やってる人はふくらはぎ相当張ってると思うんで、まあ、内側わりかしマシな人いるんですけど、ちょっと外側のラインで当てるとね、ダン君もこういったら痛いと思う、めちゃめちゃ固まってると思いますねこの感じこうこっちは大丈夫なんですけど、ちょっと外側のもうだって板のそばですもんねこの辺をほぐしてあげると、まあ硬くなりやすい筋肉に対しては大体アプローチできるかなと思うので、まあ結構ねマッサージガン僕的には筋肉ほぐれて
いい道具だと思うので、まあ、筋トレでよく使う部位に対しては、まあ、1部位1分ぐらい当ててほぐしておけばわりかし疲労は抜けやすくなるのかなというのが僕の、まあ、普段行っているアプローチになるので、まあ、マッサージガン買ったけどどこに当てていいのかよく分かんないなという場合は、まあ、さっきの当てた場所を参考にしてねちょっとケアをやってみるといいかなと思います。まあ、僕が普段ね筋トレで凝りやすい場所とか、緊張しやすい場所に対して、マッサージガンを当てて、筋肉をほぐしてるっていう、場所の紹介になりました。で結構マッサージガン使い出してから僕の体感としては疲労が残りにくくなったので、トレーニングで疲労が残りすぎて体疲れてるっていう方の場合は、一度こういうアプローチもね試してみるといいかなと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ビリジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。